はい、面白けしからんな対策です。前回の動画を撮影直後にリングの修理に出しておりました。帰ってきたのが6月11日。修理から戻ってきたら確かにね、治ってました。はい、非常にありがたいことで、非常に嬉しいです。はい。まず、YouTube ももちろん大事ですよ。それ以前にね、手帳を使った日常生活がないと、YouTube の方ももちろんね、運営できませんから、11日に帰ってきてからしばらくね、今まで手帳と向き合って、僕の手帳のね、弱点はどこなのか、どこを強化すればもっと強力な手帳になるのかっていうことをね、考えて、いろいろメモ取ったりしてました。この手帳にメモを書き込んでいるときに、僕なりのね、自己流の手帳術みたいなもののベースをひらめいたので、まぁ、ちょっと有頂天になってね、徹夜明けなんですけれども、手帳にね、何書けばいいかわかんない。白紙のページを前にして、何書いていいかわからないよっていう方、いろいろいらっしゃると思うんですけれども、自分に突撃、インタビュー密着24時間っていうのをやれば超楽しいですよ。はい。ちょっとそのアイデアがね、僕ひらめいたので嬉しいことなんですけれども、自分がインタビュアーとなって自分にインタビューをしてください。そこで自分が思い通りのですね、超気持ちいい、もうやりたい放題の受け答えをインタビュアーである自分に答えてあげてください。1対1の対談形式で自分のテンションが上がる質問を仕掛けて自分のテンションが上がる受け答えを自分に返してあげてください。はい、それを、インタビュー形式でこう書いていきますよ。今どんな気分なの？もしかしてコーラ飲みたいんだろう？っていうことがまあパッとひらめいたんだったらそれそのまんま書いちゃう。よく考えるとコーラじゃねえよな、モンスターゼロだよなっていうことなんだったらもうモンスターゼロの方がいいんです。俺はなぜならみたいなね、もう好きにねインタビューして好きに受け答えをしてください。で、自分のやりたい放題のドキュメンタリー番組を作る。質問があって回答があってっていうねことの繰り返しでいいと思うんだけど、そういう形でね手帳にね自分のね気持ちをね伺って書いていくと結構ねいいんじゃないかっていうねひらめきがちょっとあったんですね。名付けてけしからワイティング、どうですか奥さん。もうずっとノーダメージだったこのコードバーの手帳なんですけど、表紙のねこの上のあたりに弓状の筋が入っちゃって、傷っていうわけじゃなく、なんかその押し当てた跡みたいなのがついてるだけなんで問題ないんですけれども、ちょっとねへこみましたね。チャンネル登録、それからグッド評価をよろしくお願いします。もうデスクに広げときたいわけですよ。こうねレーデル小川製のフィニッシュのコードバンの公式として出てるワックスなんですけども、これどうなってるかっていうと、上の蓋にはこんなマークがあって、これこう開けるじゃないですか。そしたら乳白色のねバターというかマーガリンっぽい、ワックスが入ってて、これね僕初めて塗ってみたんですけども、まだ買ったばっかりだし、作られてから間もないので、今の時期に別にねレザーケアしなきゃいけないってわけではないんでしょうけれども、ちょっとね僕これも使いたかったんで、これ別売りですよ。別売りで買って、これでちょっとねこうちょっとつけてこう指でこう伸ばしてやってみました。はい、でそれでシミになることもなかったですし、ちょっとね塗った直後はベタベタするんだけれども、そっから、1時間2時間寝かせておくとサラサラな状態になりました。僕の場合はティッシュでこうそーっとね空拭きしたんですけどもね、これ専用のクロスを買わなきゃいけないなと思ってますよ。はい、でねこの手帳が戻ってきて日常生活が戻ってきたみたいな感じになってます今ね。はい、まあ僕ね特撮ヒーローがね好きで、ウルトラマンとかね仮面ライダーが好きなんですよ。ウルトラセブンのねこう
頭からこう発射するこの、アイスラッガーですね。アイスラッガー型のペーパーナイフなんですけど、これをね、これをどうしてもそのこの手帳に入れて持ち運びたい、あのファスナー付きのクリアポケットを買うかどうか悩んでます。はい、今年の頭まであの手帳タイムをね取りにカフェに出かけてたんですよ。カフェに出かけて、ま、飲み物一つ注文して、ま、ちょっと手帳書いて、ま、帰ってくるみたいなね、暑いなことをしてたんだけれども、あの、よく考えるとね、よく考えるとあのファミレスのドリンクバーの方が安いんじゃねえかっていう話でね、毎回ですね、なんとかですねドリンクバーだけで粘って手帳を書こうと思ってるんだけれども、もうすぐ隣にねメニューがこう立てかけて感じで刺してあるじゃないですか、メニューがね。でついつい手に取ってしまって、うわーこれうまそうとか言って、チョコアイスとかね、グラスパフェとか、この前いただいたのはとか、ね、モンブランのケーキみたいなのをいただいたんですけれども、そんなに高いもんじゃないですよ。だって僕自身がね、そのまあ言ったら何も稼げてないから、本当にドリンクバーだけでしのぎたいんですけれどもですね、まあ、なかなか逆にそのメニューパラパラめくって、うわーこのスイーツ食いてってなって、まあ万が一注文しちゃうこともあってですね、過去に2回あってんで、もう逆にカフェよりお金かかるんじゃないかっていう話になったんですよね。うん、手帳タイムのねじろをカフェから、ファミレスにね移しました。フィギュアを全部行った時に予約注文してるバーンストーマーとバスコのレザーヘルメットバッグがあるんですけども、まあそのレザーのヘルメットバッグにこのコードバンをね忍ばせて、そのファミレスにですね、出かけたいと思ってますね。で、早く届かないかな、早く届かないかなって首を長くして待ってるんですけどね。はい、今回の動画は近況を交えたシステム手帳雑談と、僕が考案した手帳術ケシカライティングの紹介動画でした。ご視聴ありがとうございました。